葛飾北斎、富岳三十六景甲州三姉妹図、名称清い揃い物、富岳三十六景の第二十九景横大番西絵。観光は、天保一から三年頃。腕を広げた成人男性が、幾人も取り巻いて、ようやく囲めるほどの大きな幹回りを誇る名木が、富士山を食ってしまうほどの存在感で、画面中央に喫立している。本図は、 鹿ゴ峠からの不死身の長望を描いたものであるが、この大木が実在したのか、そうであればどこにあったのか、そういったことについてはよくわかっていない。巨樹とは極めて大きい樹木のこと。巨木、大木、大樹などとも言う。どちらかというと高さより太さに主眼が置かれる言葉である。木の測り方には何通り変わり。 国際的に統一されているわけではない。ヨーロッパでは、標高1 3 0トルを幹を測る位置としている。日本の環境省の居住調査での調査には、地上から約1 3 0トルの位置での幹周が3 0 0トル以上の木を対象としている。なお、計測基準は決められてはいるが、個々の木によって形は様々であり。 数値だけで樹木の大きさを測るのは困難である。例えばカツラの巨樹の多くが主観を失い、ヒコバエの束といった予想で、ガジュマルでは発達した気根によって幹のみを計測できない。そういった事情で、環境省の調査結果や、現地の解説版、愛好家のサイトとの間で測定値が異なることが多々、見受けられる。1988年度から1992年度に、 かけて実施された環境庁所管の緑の国勢調査とも呼ばれる自然環境保全基礎調査の第4回において巨樹、巨木林調査の項目が増え他の調査項目とともに全国調査が行われ初めて全国の巨樹の実態が明らかにされたこの初回の調査では約5万6000本が報告され2000年に行われた フォローアップ調査により追加報告が寄せられ、約6万8000本へとデータ数が増加した。データベースは東京都にある奥多摩町立日原森林館のサイトにおいて一般にも公開されており、地域や樹種等を絞った検索も可能である。なお、調査漏れの居住も多数あると推測され、一般に対しても調査漏れの居住について調査協力を求めており、個人が調査票や マニュアルなどに基づいて調査結果を報告することも可能である。愛好家らによって新たな居住が次々と報告されている。デフォルトでは未記集の公順に配列。写真の列のソートボタンで元の順序に戻る。世界の中心とされた古代都市エリルには居住、キスカヌが当たっていた。各地の世界樹、生命樹伝承の外ともされる。詳細は EN。 ガオケレナおよび、ガオケレナを、参照詳細は、ユグドラシルを、参照詳細は、フソを、参照詳細は、イエーヌ、アシュバサを参照母大樹の巨樹、アシュバッタ。日本初期傾向を18年7月4日上に、チクシア特に飲み池に倒れた巨樹があり、長さは970畳にもなり、橋代わりにされていた。当時の人々は、朝島の沖の佐京、前月見渡らすも、 沖の差を橋と歌った。老人が言うに、このくぬぎが倒れる前は、朝日の陰で岸間山を隠し、夕日の陰で阿蘇山を隠すほどだったと語り、天皇はこの倒木を神木とし、この国を沖の国と呼ぶことにした。張間国風土器には、仁徳天皇の知性に楠の木があり、朝日には淡路島を隠し、夕日には、 大和の島根をその大樹による影で隠したと記述されている。その大樹を切り、船を作ったが、その即帰こと、飛ぶがごとく、一火事に七波を生き越えた。よって、即長と抜けられた。ある日、一度だけ目的に間に合わなかったため、若で何が早鳥かとその名を揶揄されている。なお、この即長という鮮明は、俗に本気。 天平法事2年3月上にも、ハリマの船として見ることができる。今尺物語集巻、第31には、大見国狂元軍に、母園の巨住があったとの伝説が記述されている。その幹回りは500キにもなり、朝日の影は丹波国を指し、夕日の影は伊勢国に指した。その木はあまりに大きく、狂元軍は、愚か、死が、 黄河の三軍の百姓は田畑を作ることさえできなかった。そのことを天皇に訴えたところ、願いが聞き入れられ、使いにより、巨樹は切り倒され、田畑を耕すことができるようになり、豊穣を得ることができた。今でも、その軍にはその時の子孫がいるという。この伝説は、後世でも累計派生しており、室町時代成立の三国伝記では、母祖から栗の木へと変わり、 文明由来館となっている。いずれも大開発の時代に生じた伝説とされる。ありがとうございます。